皆さんこんばんは。すいません遅くなって見えてますか？めちゃくちゃ久しぶりのインスタライブなんで緊張しますが、楽しんでやっていきたいと思います。こんばんは。さっきまでこの写真展のちょっとレセプションパーティーというか、関係者の皆さんに一足先に来ていただいて写真展を楽しんでいただいたんですけど、いやすごいいい感じです。本当になんかめちゃくちゃ自分のやりたいことを詰め込んでますし、表現したいことも表現できてるし、すごい楽しい写真展になってますので、写真展は早速なんですけど、写真展の概要の説明からさせていただきます。これはちょっとフィード投稿でもしてるんですけど、じゃあこちらですね。ありがとうございます、写真展おめでとうございますって。AL 東京、東京都渋谷区の恵比寿にあります。アトリエで開催させていただきます。明日から1週間です。反転してる？そっか、あ、違うか。ちょっと待って、反転してる。あ、そっか、まあしょうがない。これが22日から、28日までやります。ギャラリーです。そう、ギャラリーなので、で私が在廊する日もあって、在廊するのが22日の17時、19時、25日の13時、15時、28日の16時、18時。これもフィード投稿に書いてるので、ぜひチェックして皆さん遊びに来てください。はい。で、お話ししてたグッズのことなんですけど、ちょっとグッズの紹介をさせていただいてもよろしいでしょうか。会いに行きます、ありがとうございます。ではさせていただきます。今回グッズ、まずじゃあ、グッズじゃなくて、まずすいません、購入者特典からお話しさせていただきます。購入者の方には特典があって、いろいろご用意してるんですけど、これもホームページの方に詳しく書いてるんですけど、まあ購入作品にサインを入れたものとか、あと私のワンショットチェキとか、あとこれ全部売り切れって書いてるのは、今その表記が売り切れなだけで、まだ全然売り切れてないです。で、あと一緒に見ながらトークをする時間っていうのも特典の中に入ってますし、あとはご購入していただいた方限定のポストカードも用意してます。ポストカードこんな感じで、こ
購入していた方限定の A 版 B 版のポストカードがあります。あと T シャツ、あのホームページ見ていただいたら分かるんですけど、 T シャツにもなんかサインを入れたりします。これが一応購入者特典なんですけど、まあ、詳しくはあのストーリーのリンクに貼ってるので、ぜひそこから、確認してください。で、ご購入特典以外に、まあ、グッズも出しまして、グッズを紹介させていただきます。次こそ。でまずさっきのポストカードとはちょっと違う、このポストカード、これはあの4種類あって、まあ、これはこんな感じのロゴも入ってるやつと、まあ、これとこれとこれの4枚です。で、バラでも売ってるんですけど、4枚セットでも売ってます。これがポストカードですね。ちょっと早いですか？大丈夫かな？このペースで。じゃあ、で次はステッカー。これもうちょっと可愛いと思う、自分で。なんかサイズはなんだろうな、なんかここにあるのが、すいません、お皿しかなくて、お皿で、あ、ごめんなさい、ありがとうございます。ちょっとマネージャーさんの iPhone なんですけど、大きさこんな感じになってて、ここに入れるサイズ感になってます。で、ありがとうございます。種類が、これと、これと、名刺よりちょっと、名刺ぐらいだと思います。で、これです。これもなんかこんな風なのがいいなって自分で結構リクエストして作っていただいたので、まあぜひ。よし、ステッカー全部好きな写真なので最高すぎます。ありがとうございます。私もお気に入りの写真で作ってるので。で、あとパンフレット、こちらになります。これまあこれも私がリクエストして作ってもらったんですけど、なんか美術館とか行くと、そのなんだろうな、パンフレットじゃないですけど、展示してある作品が一冊になってるブックレットみたいなのってあるじゃないですか。それをちょっとイメージして、なんか、まあ、ここに展示してある写真を入れました。でプラス選びきれなかったものもこの中に入れてます。目録プラスおまけって感じになってるので、これは結構、まあ、見応えがあるというか、私のお気に入りの詰まった一冊です。で、写真のチョイスとか構図とかも結構自分で考えたので、結構これは自分プロデュースの一冊なので、ぜひ皆さんにの手元に行ってほしいなと思ってます。
なんかあこんなのあったな、こういう作品あったなって見ながら振り返るのも面白いし、あこの作品はなかったなとか、あこれがプラスアルファなんだって思いながら見てくれるのもなんかいいのかなと思います。全部でこれは40ページです。はい、特別な一冊でございます。ぜひ。はい。で、あと T シャツがあるんですけど、ちょっと持ってきます。少々お待ちください。やっぱ自分が行きまーす。T シャツなんですが、デザインはまあこれですね。これとこれ。で、黒と白で。あとモノクロとカラーの展開があります。こんな感じで。これサイズはSML XL XXXXXL です。でもまあとりあえずこれもホームページの方に記載してあるので、よかったら見てください。でグッズの紹介はこれでいいですね。これらはオンラインでも購入できるんですけど、オンラインで購入できるのは明日の20時からになります。で、この写真展自体は明日の11時からやるので、まあ来ていただいた方は優先的に買えますっていう形になってます。で、まあステッカー、ポストカード、パンフレット数に限りがございますので、お早めに。オンラインでも買えるのはありがたい、むしろありがとうございます。あとは、T シャツ以外はその場でお渡しが可能です。で T シャツはちょっと絵もそうなんですけど、ご購入していただいてから発送が2月の中旬になるんですよね。でその時に T シャツも一緒に送ります。明日まで待てない。いや、私もすっごい本当に楽しみで、早く皆さんに見てもらいたいなって思ってます。会場でも写真は買えるんですか？もちろん買えます。もちろん買えます。まあこんなもんですかね、お知らせは。何か写真展についての質問タイムありますか？かっちゃんに会えるんですか？会えます。
私が在廊している日は会えます、もちろん。明日お昼しか行けないんですけど、ごめんなさい流れちゃった、あ大丈夫だ。明日お昼しか行けないんですけど、これ別日の私がいるタイミングに購入特典とかつけられるものですか？それはものですかね。明日お昼しか行けないんですか、別日の、ちょっと確認します。でもありがとうございます、会いに来てくれて。受け入れますだそうです、つけられます。で、何時からですか？時間は12時から19時ですね。12時から19時です。在廊中の差し入れは可能ですか？可能ですちょっと戻ります。写真家の方はどんな方ですか？笠井千佳さんです。なんか今誰かいたちょっとごめんなさい。笠井さんは皆さん覚えてるかわからないけど、シュープレで大分の温泉で撮った、ショートカットにしてから撮ったシュープレあるじゃないですか。あれを撮っていただいたのが笠井さんなんですよね。で、なんかその時にすごくいいなと思って、でお声掛けさせていただきました。もうかなり良かったですなんか私が撮りたいこの写真展でこういうのがいいなっていう思いは明確にあったので、それを一緒に表現していける方がいいなとは思ってて、そこでもうお声掛けさせていただきました。お楽しみに。写真家さんごとに違った色の写真になるのが最高です。本当ですよね。でも気づいてくれてありがとうという感じなんだけど、私もそれがすごい面白いなって。誰がいいとか悪いとかではなく、普通にテイストがやっぱ全然違うし、あこう見えてるんだ、私はこう写ってるなっていうのが知れるから、やっぱすごく楽しいですね。こんな私がいるんだみたいな。ポストカードもう少しだけ見せてくださいますか？これとこれとこれと、これです。あと購入者の特典で、これはちょっとチラ見なんですけど、まあ、A、 まあこれが A、 これが B ですね。あと差し入れなんですけど、すいません、会場にボックスがを設置しますので、そこにお願いしますとのことです。ありがとうございますあと何でしたっけ、あとクレジットと現金は OK です。でも電子マネー系は対応してるものと対応してないものがあるかもしれなくて、ちょっとその辺は三角ということで、
そんな感じでございます。ポストカードにサインなどもらえますか。これはご購入者様の特典になってますね。購入していただいた方にのポストカードの特典に、私は多分気に入った1枚にサインを入れることができます。あとはなんだろう、オンラインでの支払いはクレジットでしか厳しいですか。このちょっと確認します。 T シャツにサインは入りますが、これもご購入者様の特典になります。ちょっと確認に行ってもらって、この現地で、お疲れ様です。現地で、まあ、そのちょっとサインのことちょっと一旦すみません確認してもらいます。書いてきた、少々お待ちくださいね。同じ病院行ってます。私もちょっと今日実は行ってきました。オンラインはクレジットのみです。すいません、サインは本人直筆ですが、当たり前ですよ。私サインの影武者とかいないんで大丈夫ですよ。現地行ったら会えますか。会えます。で、ワンショット、さっき言ったご購入特典のワンショットチェキはその場で名前を入れてお渡しできます。自分でサイン書いてもいいですかって、どういうことか分かんないけど面白いから大丈夫です。会えるの楽しみ、私も楽しみです。もう一度材料日教えてください。22日17時19時25日13時15時28時16時18時、こちらもホームページじゃなくて私のフィードに書いてありますので、ぜひご覧ください。はい、あとは写真展に関する何かありましたら、そうですね、クリスマスもイベントあるので、結構この年末皆さんに会えるのが多くてめっちゃ嬉しいです。お気に入りのグッズは、私やっぱステッカーがすごいなんか自分も作りたいなってずっと思ってたので、これは私も携帯に入れます。携帯の裏側に、自分入れてると変、まあ入れます。購入できなくてもご挨拶などできますか。もちろん私は在労してるので全然、ご挨拶させてください。むしろお風呂入ってもいいですか。そうですね、入ってください。じゃあじゃあチラッと、じゃあさっきも見せちゃったんですけど、チラッとギャラリーの様子をチラッとだけ見せて今日は終わりにしようかなと思います。あと何か、まあ多分ホームページの方に詳しく書いてるので、そちらだけご確認ください。それでは皆様のご来場を心よりお待ちしております。
本当に私も楽しみ、めちゃくちゃやりたかったから写真展を。では皆さん、ちょっと遅れてスタートしてしまいましたが、来てくれてありがとうございます。そうですね、アーカイブ残す方向で考えます。では明日から皆さんとお会いできるの楽しみにしてます。今日はゆっくり休んでください。バイビーバイビー。これどうやって終わるの？